近くで見たスポイラー。航空工学におけるスポイラーは、航空機の揚力を減少させる装置である。スピードブレーキ、またはリフトダンパーとも呼ばれている。主翼の上面、または胴体に装着された動翼であり、起立させることでの空気の流れを満たす。すると、スポイラーの背後は綿密に制御された失速状態となり、効力が増す。 上昇しながら左旋回中のボーイング737の左翼、スポイラーが少し上がっている。翼前縁に天井に並んでいるのはボルテックスジェネレーター。飛行機の飛行中のスピードを減速させる役割を持つものであり、飛行機が急角度で降下するときと滑走路への侵入時に使用されるスポイラーを使用せず、飛行中に機種を下げて降下率を大きくすると、 場合によっては安全率を超えるほど大幅に速度が増加してしまうだけでなく機種を下げるだけでは効果角度をあまり大きくできないこともある。スポイラー、またはスピードブレーキに使用されているブレーキパネルは様々な形状があり装着されている位置は航空機の設計や使用目的より異なってくる。胴体に装着されている場合にはパネルの面積が小さく、 乱流を発生させて、効力を増す役割があるが、主翼に装着されている場合には、パネルの面積が大きく、翼面から起立させることで、主翼上面を流れる空気の流れを阻止する役割がある。また、胴体、または主翼上面に装着されているブレーキパネルはスポイラー、またはスピードブレーキとして使用すると左右対称に作動するが、戦闘機の場合には、 胴体上部に装備された面積が大きい一枚のブレーキパネルが前髪型に作動する方式がある。主翼上面に装備されているスピードブレーキはパネルを翼面に起立させて、主翼上面を流れる空気の流れを阻止して、効力を増すとともに、主翼の揚力を減少させる役割があり、スポイラーとも呼ばれており、補助翼とも連動して、主翼上面の片側だけを動かして、 ロール方向での操縦にも使用される。また、スポイラーに使用されているブレーキパネルは2枚のアルミ合金外反の間に、芯材を挟み込んだアルミハニカム構造となっており、ヒンジ金具により取り付けられている。スポイラー、またはスピードブレーキのブレーキパネルの制御は、スイッチ操作で制御されており、油圧アクチュエーターにより、油圧式で作動する。グライダーでは、スピードブレーキ、 または、高価格調整用のみに使用され、その結果、狙った位置への着陸の制御が実現できる。スポイラーと、胴体後部にあるエンジンの逆噴射装置のリバーザ、スポイラーを展開している。イングランドのブリストル国際空港に着陸した、KLM シティホッパーホッカー70。旅客機や輸送機にもスポイラーが装備されている。これは、 航空機が巡航高度から降下するときに速度を上げずに高度を下げる目的で時々使われる。なお、機種によっては操縦系登場スピードブレーキと呼び、操作レバーにはスピードブレーキレバーと名付けられている。しかし、スポイラーの背後で生じる失速や乱流によって大きな騒音や振動が起き、それが乗客には不快に感じられるため、飛行中のスポイラーの使用は、 制限されていることが多い。もっとも最近の空力性能の良い飛行機ではかなり緩和され、着陸フラップの時でさえ使用可能なものもある。一方で着陸時には速度を落とすためにスポイラーが使われている。この時にスポイラーで発生した形状抵抗の増加はそのままブレーキとなるためエアブレーキという表現をなされることがあるが、これは厳密ではなく、 真の利点は、スポイラーが揚力を劇的に減少させることで、航空機の重量が翼から足に伝えられ、地面との摩擦力に必要な垂直抗力を大きくして、スリップすることなく車輪のブレーキが効くことである。また着陸時に速度を落とすために、逆噴射装置もよく使われる。空冷式、ピストンエンジンを積んだ航空機では、エンジンのショッククーリングを避けるために、 スポイラーが必要な場合がある。スポイラーを使わずに降下すると、待機速度は増加し、エンジンは絞って、発熱は小さくなる。エンジンが急速に冷やされることで、バルブがなじったり、シリンダーが割れたり、その他の問題が起きたりすることがある。スポイラーを使えば、急速に冷えすぎないようなパワー設定でエンジンを回しながら、希望の降下率で降下することができる。 いくつかの航空機では、機体をロールさせるのに、補助翼と組み合わせて、あるいは補助翼の代わりにスポイラーを使用する。この種のスポイラーは、スポイレロンという造語で呼ばれている。またスポイラーにも、使用目的によって種類があり、飛行中に使用するものは、フライトスポイラー、着陸時に、地上で使用されるものは、グランドスポイラーと呼ばれる。垂直尾翼を排した航空機では、 機体の用意ング制御にもスポイラーが用いられる。この目的のスポイラーは、効力増加効果も必要である。1970年7月5日、カナダ、トロントでのエアカナダ621便事故は、着陸前の高度40フィートでスポイラーを開いて、しまったために起きた。1972年、ソ連、モスクワにある、 セレメイチエボ国際空港での日本航空446便事故も、離陸時にスポイラーを開いたことが原因である、可能性が指摘されている。1972年、アメリカ合衆国、イリノイ州のシカゴにある、シカゴミッドウェイ国際空港でのユナイテッド航空533便事故は、スポイラーを戻し忘れたために起きた。1999年、アメリカ合衆国、 アーカンソー州の州都リトルロックにあるリトルロックナショナル空港でのアメリカン航空1420便事故はスポイラーを展開し忘れたために起きた。ありがとうございます。